長白寮から白井岳に登った。憧れの稜線を歩く。札幌国際スキー場の近くのスペースに車を止めた。ここからまず、竹の子山を目指す。スキーヤーのトレースを利用して進もうと思ったのだが、すべて、また下山に向かっていた。仕方なく、ラッセルを開始する。しばらく進んで、古いシュプールを見つけたので、それをたどって進むことにした。風はない。コンディションは、上々だ。竹の子山が近づいてきた。意外と急な傾斜に息が上がった。このまま白井岳までの長い道のりを進めるだろうか。不安を胸に一歩一歩進んでいく。稜線に近づくと雪庇が張り出してきた。時々木々の間を進んでいく。ようやく最初の難所を越えた。竹の子山の山頂に到着した。前方にこれから向かう上白壁、下白壁、左奥に見えるのは定山系天狗岳だ。トレースが伸びていた。行けるところまで行くしかない。石狩湾から手根山、烏帽子岳まで連なる稜線。急斜面を滑り降りていくスキーヤーの方がいた。下白壁はもう少しだ。大きく張り出した雪庇のすぐ横に下白壁の標識があった。前方に鋭くそびえ立つ上白壁の姿が圧巻だ。一旦大きく下ってから再び登る。これぞまさに長白稜のハイライトだ。思わず背筋が寒くなる。振り返って下白壁を見てみると、まさに壁のようにそそり立っていた。スキーのトレースに助けられながら深い雪を進む。ここまで来たらもう引き返すことはできない。一歩一歩雪庇に気をつけながら前へと進む。登り始めて3時間半、ようやく上白壁に到着した。やったぜ。ここから西側の沢に下れば下山することも可能だが、白井岳までは約 1.5 キロの道のりだ。ここまで来たらもう行くしかない。少し雲がかかってきたが、幸いにも風は吹いていなかった。アサリ岳、白井岳の山頂付近はその地形上強風になることがある。足元に注意しながら一歩一歩焦らずに。目指す山頂はもうすぐそこだ。アサリ岳の奥に小樽の海が見えた。石狩湾と札幌方面の山々を一望する。登り始めて4時間45分、白井岳山頂に到着した。うっすらと余市岳が迎えてくれた。帰りは沢に下って
国際スキー場に降りる楽ちんコース。登ってきた張伯良を振り返る。張伯良、山よ、今日もありがとう。それではまた。